こんにちは。アマゾリスサポーター堀秀夫です。今日はストアフロントを表示にする方法。これね、小口出品にするとストアフロントを非表示にできます。こんな風に、ね、ショップ名のところに、これはキューピーウェルネスってね、私がサプリ買ってるところですけど、ストアフロントアクセスするとあります。そこをクリックすると、このように出品物がね、これ出してますよって一覧が出ると。これをね、他のセラーに見せたくないということで、表示にする方法をたまに聞かれます。そんなわけでね、その表示にする方法は、小口出品にする。あるいはね、海外だと、インディビジュアルにすると表示になります。ただ、表示にするデメリットもありますんで、まあね、メリット、デメリット、また別記事の方でご紹介させていただきます。